おはようございます。なんか社債の私の設定がいろいろごっちゃになってしまうて、こっちの私もごっちゃになってしまうたようで、うぷぬし曰く声優も時々変わるじゃないですか、あれと同じようなものだよって。さて、前回プレイヤーの密林にたどり着いたところで、うぷぬしの体力がなくなってセーブ終了したので、今回は最寄りの中継ポータルからプレイヤーの密林を目指すとします。あれ、なんだっけ、内臓みたいなやつ、目とか鼻とか口とか、まあそんな気持ち悪いやつやった。とりあえずそれを拾ってくるのを拾ってこうよ。レベル3まで来た。そろそろ最後かな。脳みそが次はクラスト市場の下水溝で心臓を見つけろとか、この人どんだけ内臓をぶちまけてるんや。Hello.
それも嘘じゃないか。あとは目と心臓とフレイルを見つければメフィストの部屋まで行くことができるのじゃ。おじいちゃん、もう過去に目は見つけたのに。結構どこでも入り口があるんで、どこでもいいから入ればええや。入り口はクラスト南部にはないから注意な。移動用ポータル発見や、これで眠っても死んでもここまで戻れるな。さて、今回は短いけどここまで。次回は下水溝を攻略するで。ほなな。 Good day.